マイケル・ルイス・エドワーズは、アメリカ合衆国ワシントン州出身の元プロ野球選手。近鉄バファーローズでの登録名はマイク。ジェファーソン高校卒業年の1970年に、カリフォルニア・エンゼルス、UCLA 在学中の1971年に、カリフォルニア・エンゼルス、1972年に、モントリオール・エクスポズから、それぞれ MLB ドラフトで指名を受けるが拒否。 UCLA 卒業年の1974年、ピッツバーグパイレーツから MLB ドラフト7巡目指名を受け契約。1977年9月10日にメジャーデビュー。翌1978年にオークランドアスレチックスに移籍すると、同年は142試合、1979年は122試合に出場するが、1980年は46試合の、 出場に終わり、これ以降メジャーに昇格することはなかった。1983年に近鉄バファローズに外野手として入団し、来日。瞬足が売りだったため、首脳陣は大石大二郎との1.2番コンビとして活躍を期待したが、5月末に故障で二軍に降格。8月に再昇格したものの調子は低迷し、同年限りで自由契約となり、帰国。 ミルウォーキーブルワーズでプレーしたマーシャル・エドワーズは、双子の弟、ミネソタツインズなどでプレーしたデイブ・エドワーズは実定。ありがとうございます。